厄介払いをしてくれて助かったよ。タバコがうまいってことは生きてるってことか。ったく、タバコもゆっくり吸えやしねえ。最後のタバコだ。ゆっくり吸ったらどうだろう。優しいついでにこの戦いの真相を教えてくれない。いいだろう。ロシアでクーデターを起こしたとき、我々のバックにはアメリカがついていた。やはり大統領か。我々の政権を支持するという約束でね。何？どういうことだ？だが我々は騙されていた。アメリカにはリーダーシップを取り戻すための戦争が必要だった。戦争の口実に使われたってわけか。やられる前に宣戦布告をした。それだけのことだ。大統領のやろうとしたことは許せない。だからといって大量殺戮兵器の使用が許されるわけじゃない。これは正当な報復だ。アメリカの許可など必要ない。しけりゃ戦えか。やるしかなさそうだな。Let's go.
Thank you.
たか。こいつはスレイブユニット。遠隔操作だったってこと？ああ、2機同時に操っていたようだ。こいつは小型の核爆弾だ。楽しませてもらったよ。ザイゼン、貴様コロニーごと吹き飛ばす気か。こんな物騒なものアメリカに返すと思うか。クソ、そんなことより早く言うのがいい。この髪は黒いな。ふざけやがって。エレナ、そっちに向かう。上にある脱出用ポートに乗って。わかった。勝手に殺すな。まだ死んじゃいねえよ。サム、生きてたのね。大丈夫。残念だったわね。ああ、結局俺もバーンズと同じだな。自分のエゴのために
他人を犠牲にしちまった。でもたくさんの命が救われたことは事実よ。ああ、悪あがきもここまでね。
Congratulations, you won.